こんにちは、国本佳代です。今日は素焼きの猫ちゃんたちが餌付けをし終わって、釉薬をかけて焼成が終わりました。出来上がりましたので最後までご覧ください。これメイコの SC の15っていう黒、これはまだ土の状態で素焼きにはなってないものなんですけれども、それにこれを塗って、1回でこれは焼いてみたいと思います。真っ黒に仕上がったものに金で絵を描こうかな。でこの足のところだけちょっと白くしてみようかなとは思っています。白くするときはフレンチディメンションっていうのを、これかな、ダンカンのこのフレンチディメンションっていうのを使って、ここのところをちょっと白くしたいと思います。あとで映像だけ見せます。この子は三毛ネッケをイメージして描いてみました。ちょっと顔の形も違うと思うので、アップ、はい、でこういう風にこんな風に色を描いています。使ってるのは黒はこれ、それともう一つはダンカンの絵の具を使っています。11番かな、はい。これはハーフマット油、あまり光らない釉薬をかけてみたいと思います。筆で塗るのね。これちっちゃい方の猫ちゃん描いてみます。これも紹介した絵付けの方法で描いています。ちょっとほっぺた赤く入れてみました。また雰囲気違うと思います。あ、はい、これは色釉薬をちょっとかけてみたいと思っています。全然違った雰囲気に上がると思うので、どんな風に上がるのかちょっと楽しみなので、やってみたいと思います。それからこの子は、やっぱり透明釉かな、普通の透明油をかけてみたいと思います。釉薬を塗り終わってよく乾燥させて焼き上がりです。透明釉の作品です。これは色釉薬に透明釉を塗ったものですね。全然違った感じでしょう。これも面白いですよね。これは三毛猫ちゃんです。黒は釉薬だけど茶色は絵の具、これは黒の釉薬です。はい、いろいろなんかちょっと同じように描いても釉薬で楽しめることもいっぱいあるので、素焼きをたくさん作って楽しみたいと思います。黒猫ちゃんまだできてません。このチャンネル気に入ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。